はい、人狼ジャッジメントやります。趣味さん、人狼1、占い師、人狼1、カレード1、大量1、呪われ1、独裁者1、ささやく狂人1、反ギャグの狂人1、復讐者1、純愛者1です。やれやれやれ。やあ、諸君、かっこいい。おはよう。おはよう。ここ霊能結構大事だぞ、タイロイルだったら。黒猫いないけど、どうなの、確定すんのかな。まあでも霊能潰しに出てくる気はするけど、霊能潰ししてきそうだよね。確定させないと思うけどな。ああ、確定させんのか。はい。カミングアウト。カミングアウト。カミングアウト。あ、あ、あ、あ。どこ？ニック愛してる。やばいな。神展開じゃん。フランク釣っちゃダメなの。独裁スケッツかしたくないけど。延長希望。延長希望。延長希望。時短よろしく。大老か。占いあんまいらん部屋だよな。まあ呪われとかは。フランク釣りする名はあるか。三日釣り時短するか。もう初日パッションだけど。延長希望。延長希望。よし、三日釣り時短終わり。時短よろしく。時短よろしく。いや、占い位置もクソもないっしょ。30秒前。なんか占い位置どうせ見つからん。パッション釣りだな、もうこれ完全に。もうしょうがないよね、まあ、初動で初動でそれになっちゃったもんな、もうしょうがないね。はい、もうロラスね、こうなったら、まあ、ロラするしかないかな。初日の審議って分かんねえからな。うん、まあドラかますか。はますしかねえな。おはよう。よろしくお願いします。カミングアウト。おはよう。スーザン白。
しく。時短よろしく。明日からグレランするしかないな。厳しい試合になりそうだな。そうだよな、決め打ち確定までにはならないよな。ギチ吐くか。反逆じゃなさそうだな。前佐々木か。まあ佐々木でしょう。自白する必要ないからな。反逆が意味わかんないよね。審議なんか別にどうでもいいからな。黒側に伝える意味がないから。ないよな。ないな。10秒前。うん。それでもそこ噛むんだ。それでもそこ噛むのね。それでもマリアの白噛むんだ。これ佐々木だったんじゃね普通に。なんでマリアの白噛んだの。もういいけど別に。マリアの白噛む意味ある。どういうこと。よろしくお願いします。いや普通になんかさ、佐々木じゃね。フランクに縄って言ってるやつ、でソフィア置くか。単純に考えると、占い佐々木ならそうじゃね。延長希望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 。占いローラー向ける方は黒か。フランク釣りになったら困るっしょ。ソフィアバニラは違うけどな、ショーン。フランクにマリアに刺せって言ってる人は、やつはミカシロ透けてんじゃないの。あ、確かに。具体的に誰が言ってた。ミカですね。マリアに刺せばって言ってるのは。
まあでもサンドラ確かに確かにって感じだな。まあエマくせえな、エマ指定だな。ごめん、エマ指定。カミングアウト。カミングアウト。対抗。カミングアウト。微妙なとこから出たな。ショーもちょっと黒いなと思ってたんだよな。クロスできんよ。今貫通するか。話すのないぞ。時短よろしく。エマに縄向けたの誰だっていうか、途中エマがどうこうっつったよな。時短よろしく。あ、ショーンか。ちょうどだな。また微妙な。違ったらごめんだな。まあ別にでもショーンが狩人で出る意味ってあんまないけどな。30秒前。まあまあしょうがないな。ショーンの方が、そうそうそう、白なのかな、この死に方は。これ分かんないな、もう。もうショーン・エマだったら両方臭いって感じだね、正直。スーパー進行になるからな。でもどうなんだろう、フランクいるけど RPP に持ってくのかな、佐々木と。 RPP 持ってけないような気がするけどな。反逆ワンチャン噛んでたらどうすんのみたいな話だから、まあ、仮にこいつが、だ独裁いたら終わりだもんね。独裁いたら終わるから、スーさんが反逆だったら終わるからさ。で、マリアンヌが本当に反逆だったら。だから出れないと思うね。RPP できないと思うんだよね、これ。俺かんでも。だから、カリウドで対抗出るかなって気がするんだよな。佐々木とかじゃねえか、もしかして、今。今、佐々木でショーン・ギ追わせようとしてね。30秒前。それだったらどこ噛むのって話だからな。それもきついよな、結局。ヒュー、ソフィア、バニラ、ロディ、マイク、サンドラ。いやー、多分無理だと思うけどな、何にせよ。何にせよ、なんかショーンの対抗ってなんか読めないけどな。もうなんか、スーさんに非反逆をなんか完全に想定してるのか、それでも佐々木が本当に潜伏して、佐々木人狼対狼の復讐者で RPP しようとしてるのか。なんだこの紙は。ロラなんかする余裕あるのかな、ショーンで。
エマ黒だったら反逆デレコさせちゃうな、これ。エマ黒って言いえんづつづらいな。ただ、ロディ噛んだんだろ、これ。おはよう、おはよう、おはよう。さすがにショーン釣るか。ショーン釣るしかないのかな。ショーン釣るしかないのだろうか。ショーン佐々木な気はする。ショーン佐々木で見るんだったら放置じゃね。佐々木で見るならここ放置じゃね。アルビビできんよこれ。延長希望。ショーン白でグレー噛むの。反逆いたら CO してるでしょこれ多分。延長希望、延長希望。どちらにせよショーン釣れんだろう。まあ、ショーン白で置くならね。延長希望、延長希望、延長希望。もう分かんないなこれ。もう無理だな、占いいないと無理だぞこれ。どうすんだよ占いいないで。占い釣り押しぐらいしか根拠ないけどね。ヒューサンドラとかかな。なんかもうヒューサンドラとかなのかな。ショーン赤茶だとして何なのって感じは。サンダラ何言ってんだ。エマ佐々木の釣りするのか。エマのログ意味ないぞほぼ。もうほんと闇のゲームなんだけどこれ。ほんまそれ闇のゲームなんだよこれ。闇のゲームだぞこれ。もうどうすんのこれ。こんなわからんよ正直。これ闇のゲームだろ。どうすんだ。どちらにせよ闇のゲームだよな。俺もサンドラだと思うけどね。正直闇のゲームだよ。
闇のゲームだな。なんでソフィアだけしかロックしてないの。うん、うん、1分前マイク、ソフィア、ヒューは村置けるかな。指定してみるか。カミングアウト。独裁。これ両方ギアあるぞ、うん、これ両方ギアあるから、うん、両方ギアの可能性すらもあるからね。ったら負けっすね。いや、ショーン死んだったらもうソフィア守りしかないと思うが、よし、ちゃんとソフィア守れよショーン、マジで決め打ちなんだからな。これソフィア噛まれたらそういうことだな。これソフィア噛まれたらもうショーンギって感じ。俺を守るとか絶対ありえないでしょ、もうこれで決め打ちなんだから。これ負けたら負けなんだからさ。まあこれでショーンの真偽は分かると。あとマイク・サンドラ・ヒューだな。30秒前、よし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 。あー、どうかわかんねえな、これ。カリウドグッジョブかもしんねえし、呪われかもしんねえし、わかんないな。あー、でも呪われも、あるな、全然。あー、これ呪われくるくるだな、これ。呪わぐるだ、多分。負けかな、呪われぐるだったら。厳しいね。誰噛む？ここマイク噛むか。サンドラ・ヒューは噛まないような気がするけどな。バニラに決めしてバニラ釣ったから、んー、どっち覚醒だろう。ショーン死んで決め打つか。知らん、もう。うん、ショーン決め打ちなさい。
ション決めじゃないと勝てないんだろ逆にも。フランクはラストウルフの時は、うん、だから、今日狼釣ったら、いやもう覚醒運ゲーだからなこれ、もうどうしようもないな。ヒューは誰叩くんだ。ヒューがサンドラ殴んのかな。微妙だな。多分マイクかヒュー噛んでると思うんだよな。でもマイクの今日の言動はちょっと微妙。覚醒じゃね？え？ソフィア護衛か。サンドラマイクの呪文に釣る？もうショーン新路線にしか考えるなもん。フランクってラッソルフ、まあ、無駄なトロールされたら困るから、なんでマイクじゃないのかって話だもんな。なんかマイクに絡まなさすぎなんだよな、サンドラが。サンドラマイクに絡まなさすぎじゃね？投票遅くね、ヒュー。10秒前。なんかヒューが投票しないのおかしいな。
よしよしよし。フランクはもうなんかあれしかないもんな。あとショーンは佐々木なのか本当に。どうなんだ。ショーンは何なの。ショーンは何なの。ショーンは佐々木なのかやっぱり。エマシンってコース。まあどちらにせよフランクは村に着くからな明日。村に着いた方が絶対に勝てるから。黒に着いたらワンチャン勝てないからね。噛まれたりしたら。理論値最大でフランクが行くんだったら村に着くから。まあなんかフランクはもうなんかほんとトロールしてなんか謎の利的行為とかしない限りは大丈夫。なんか自分を利することはないから。ヒュー釣りで良いのでは。どちらにせよフランクはなんか。なんで俺噛んだんだろう。おはよう。え、エマギなの。おはよう。まあ、エマ佐々木か。よろしくお願いします。これロラで勝てない。勝てないな。なヒューの投票何これ。とでなんかし何も言わないの。なんなのこの何も言わないの。やばくない。なんかよくわかんなくない。延長希望。延長希望。ヒューの投票待ったら何なの。延長希望。延長希望。ヒュー村なの。サンドラに文句言いたかったから待ったのか。ヒュー投票待ったのマジでやばいな。ああもうこれぐらいの予想しかないもんな。覚醒だったらもう運ゲー。もうさっさと投票しないのがもうダメだな。もう無理だろこれ。これ無理だろ。だってそうだろ。だってもうこれぐらいしか要素ないでしょ。今日覚醒したんだからこの日の要素しかないのにさ。サンドラいつまでもさサンドラのに投票せずにさ自白ねとかって言って待ってフランクが投票するのか待ったりとかしてるわけじゃん。でマイクは一瞬で入れてるっしょサンドラに。こんなんもうこれでもうあれだよね。差ついちゃうよね普通に考えたら。え、ピピすんの？え、ピピできなくね？あ、できたって話か。なくない？入れてないよね。速攻入れたとか嘘ついてんのか。ふざけんな。おいちょっと待って。ふざけん。速攻入れてないだろ。ちょっと待って。フランク投票入れた時点で RPP ないの分かるだろ。速攻入れてたんだが。それで待ったってこと？はあ。意味分からんでしょう。待つなよ。なんで待つんだよ。マジかよ。投票マジきついな。何考えてんだマジで。無理だろう。それだってあの日しか要素ないからな。絶対に村って行動してくんないと困るんだよな。しかもマイクってさフランクより先に投票してるよね。なんならほぼ同時みたいな。つかもう、ま、マイク相当速攻だよ。もうそんな変わらんよ。はあ、
しょうがないな、もうこれは。まあ、噛まれ位置がどこかぐらいで考察するしかないかな。マイク、ヒュー、どっち噛むかっていう風にサンドラが言ったら、難しいね。ギリギリまで待ってる。まあそうだよな。なんでヒューがなんかエマの日の話をしてるの意味わからんじゃん。どうしようもないわ。エマ人外がどうこうとか、なんかもう前の話だもん完全に。昨日の話じゃないんだろ、もう昨日だけなんだから、もう覚醒したのなんで。モトクロサンドラで見るんだったらさ、まあでもモトクロマイクとかって言い出すなったらまたちょっと違うかもしんないけどね。モトクロマイクだったらまあそういう推理もまあありかもしんないけど、そうでもないもんな。全くないよな。なんかサンドラ覚醒は私釣りをする理由ありますけど、え、サンドラ覚醒ってこと言ってんの？サンドラ元黒でしょ？サンドラ覚醒なの？マジか。洋館だな、サンドラとか。まあでもマイクだ、まあ違うか。バニラなんか墓場ジャッジメントしてんの。30秒前。いやー、どうだろう。カミングアウト。は？なんそれ。ああし、ええつつか独裁使用しなかったのか。あ、シューが黒か。これ無理だろ。フランク絶対入れるぞ。しかもメタか。しかもなんか使用してメタしてんのか。まあ別にこれメタでもないか。でもまあそうだよな、ヒュー釣るよな結局。そうしたら なんでヒュー CO しちゃったの。え、なんで CO しちゃったんだろう。どうしてどうしてヒュー覚醒なのか。ごめん、ミスったまあヒュー待ってたから普通に黒か。なんかよくわかんないな。まあでもショーン佐々木で放置でよかったね。でもとりあえずマリア本当に反逆なんだ。すごいね、反逆で占い出ちゃうんだ。ワンチャンぶっ潰してたけどね占いを。はい、ジジです。バイ。